私たち国会、国としての責務を果たしていくための手法としていいのではないかと思いますので、ご検討お願いします。もう時間がもう少しなんですけども、もう一点だけ、私たちの政権の時に順天長衛星については閣議決定をさせていただきました。4機ではなくて7機です。4機ですとアメリカの GPS 衛星の助けを借りる、7機ですと日本独自に運用できるということ、当時予算取りについては2つありまして、順天長衛星に大きなアンテナをつけると、携帯電話の電波が宇宙まで届くということで、これは防災の観点で政権として、順天長衛星の予算取りをさせていただいた経緯があります。一つは皆さんが3月11日の時に安否確認ができなかった、安否確認ができないので、メールを通して宇宙を通して安否確認ができるんじゃないのかなというのが一つ、もう一つが、宇宙から直接私たちの携帯に何時何分後どこそこに津波が来る、15分後に発生して何メーターになった、それを地域ごとにという、この2つのことについて、宇宙部局にから聞いたもんですから、そのことをお願いをさせていただいて予算取りなしていただきました。もう5年経ってます。どういうふうになっているのか、その運用について手短に答弁いただければと思います。誰だろう。長谷文部科学大臣。小宮さん。ごめんなさい、内閣府宇宙開発戦略推進事務局長小宮義則君。違う。松本副大臣、すみません、失礼いたしました。手短にお願いします。先生ご指摘の準低調衛星、米国の GPS 衛星と同じく測位信号を発信するものでありますが、これに加えて地震や津波等への備えとして、災害危機管理通報サービス及び被災者の安否確認サービスを組み込むこととしているところであります。災害危機管理通報サービスは防災機関等による火山噴火や津波発生等の通報を準天長衛星を介して一斉に送信をするものであります。これに対して安否確認サービスは準天長衛星を介して被災者の位置や安否情報の送受信を可能とするものでありまして、携帯電話の通信インフラが遮断された環境においても対応できるように避難所を活用した防災機能の強化に向けて検討を進めているところであります。これらのサービスは2年後の4機体制整備に伴って運用を開始する予定であるところでありまして、こうした準天長衛星の機能を生かして我が国の防災機能の強化を図ってまいります。大島敦史君。順天長衛星については、超党派の宇宙基本法があって、その後、超党派の議連の小前原さんとか、あるいは野田先生、政権いましたので、多分7期体制ということになったかと思います。今の国の成長戦略の中の一つにもなっております。そこでもう一つ加えたいことがありまして、今防災担当大臣から、伺うよりも私から述べた方がいいかもしれない。3月11日の地震の時を思い浮かべると、ちょうどこの時間だったと思います。もうちょっと前ですか。金曜日の予算委員会がありました。予算委員会ですから役所はみんな出勤しているし、皆さん張り詰めた緊張感の中で地震があったので、その時の対応ができたと思っています。これが日曜の夜地震が起きたら、国として対応取れないはずです。これは役所の人はみんな自分の自宅に帰っている、防災担当の役所のごく少数だけが連絡が取れるのが今の日本の危機管理です。首都直下型があったときに、そうすると役所の課長以上の皆さんがそれぞれ日曜日の夜あるいは明け方対応を取れるかというと、おそらく携帯電話もつながらない中で東京に来ることも不可能になってしまう、そういうふうに考えています。そうすると衛星携帯というのもあるかもしれない。でも衛星携帯というのは残念ながら天井を飛んでないですから遮蔽物があると通じません。
まあ、私も総務省で確認試したらつながりません。まあ、今の総務省はつながるようにアンテナ立ててあるんですけども、つながらないんです。そうすると順天町衛星で要は非常時の通話ができるかっていうのは一つテーマだと思っています。非常時の通話、これはいつも天井にあるわけですから、この携帯電話にカセットで出力を上げるものをこうつければそのままどこでも役所間あるいは企業で BCP の担当の皆さんが情報交換しながら我が国の非常時に当たっていくということは私は必要だと思っている。その点につきまして総理から多分ね答えられる方が非常に少ないと思うので、じゃあ財務大臣麻生太郎君昔総務大臣やってたのと今予算担当してますんで、まあ、関係あろうかと思いますんで、これ全部が分かってる人そんなにいらっしゃらんと思いますが、おっしゃってることは正しいです。それでこれ実利的にできるかという話で、物理的にできるというところまでほとんど出来上がり伝わっていると思っております。あとは予算化の話と意識です。今言われたような意識をどれくらい持ってますかね。みんなこんなもの必要ねえよ、なんか予算金かけんねえよってこっち言うんですよ。違いますか。こっちは言わないと思う。震災についてみんな同じですから、ね、こう絶対大丈夫でしょうね。そこのところだけちゃんとあらかじめ OK だけ取り付けというより恐縮ですけれども、これは僕は絶対必要なものだと思ってますが、これは技術的なものは一つと、もう一点は金の面とありまして、衛星の方がほぼ出来上がりつつありますんで、次の段階までいけるところまで来つつあると思っております。はい、大島敦史君。まあ、麻生大臣おっしゃる通り、金額面ではそんなに大きくないと思いますし、国の防災危機管理に対する思いはここにいらっしゃる先生方皆さん同じだと思います。でそれで、総務大臣に今後お願いしたいのは、電波というのは国際間のやり取りがあります。今順天町衛星の電波は、ね、意外と狭い領域なのですから、音声を、まあ、デジタル化して載せたとしてもちょっと使い勝手が悪かったりもする。で今後のことを考えますと、電波の話もありますし、先ほどの、麻生大臣からおっしゃられた予算の問題、あと技術的な問題は今宇宙部局が激しくやり合っていると思いますので、これは危機管理の問題です。ぜひ取り組んでいただくことを安倍総理からもお願いを指示していただければと思いますので、よろしくお願いします。内閣総理大臣安倍晋三君。危機管理の、ことでも、まあ、ございますので、しっかりとですね検討していきたい。財務大臣も、こういうお話でございますので、しっかりと検討していきたいと思います。はい、大島敦史君。はい、ありがとうございます。話は変わりまして、同一労働、同一労働同一賃金についてのお話をさせてください。これ結構難しい概念でして、同一労働同一賃金、同一価値労働同一賃金、均等待遇均衡待遇、さまざまなワードがあります。